使いこなせなかった100均グッズ。まずはダイソーのシリコン保存袋 340ml の小さいサイズもありましたが、私が購入したのは 680ml の大きいサイズ。価格はどちらのサイズも200円でした。人気の保存容器のスタッシャーやジップトップにそっくりな商品がダイソーで発売、しかも200円で手に入るということで、発売当初かなり話題になり品切れも多発していたこの商品。スタッシャーやジップトップと違うところは、開け閉めがジップではなく付属の棒で密閉するというところと、ここまではとても魅力的な商品だと思ったのですが、使いこなせなかった点は、まず開封直後にシリコン独特のツンとした匂いがあったのが気になったこと。この匂いは数回洗って乾かしたら解決したので、その後問題はありませんでしたが、使いこなせなかった点がもう1点、付属の棒が電子レンジ対応ではなかったところです。なのでレンジにかける場合は棒を外して、口が開いたままレンジにかけることになるので、食材の水分が逃げやすいのが気になったのと、食材が破裂した時にレンジ庫内に飛び散ってしまったらどうしようと、毎回心配しなければならなかったことが残念ポイント。そして洗う時や保管時に棒だけ別パーツになってしまい、管理がしづらく、ズボラに料理がしたい私は結局この便利グッズを使いこなせず、棚の奥にしまい込んで以来使わなくなってしまいました。そして次はダイソーで購入したオーブントースター用スチーム皿。水を入れてパンと一緒に焼くだけで、外がカリカリ、中がもっちりのパンが焼けるという便利商品。人気雑貨ブランドのマーナさんから出ているトーストスチーマーのそっくりアイテムです。マーナのトーストスチーマーは900円ぐらいするので、ダイソーで100円で買えるなんてすごいとつい飛びついて購入したのですが、実際に説明書通りにトースターでパンを焼いてみたところ、パンを焼いている間、湯気や蒸気は確認できず、本当にスチームされてる？と不安に。焼き上がりの見た目はいつもと同じで、スチーム皿のお水は 2-3 ミリ減りましたが、食べてみるといつもより微妙にカリカリもちもちしている気もしますが、劇的な違いは感じることができませんでした。私が期待しすぎたのかもしれませんが、その後 2-3 回使っても焼き上がりの違いがよくわからなかったので、そのうち使うのが億劫になってしまい、使わなくなってしまいました。今ではなぜかパンを止めるやつをひたすら貯める入れ物になっています。次はダイソーで購入した二重構造でふっくら美味しいご飯1膳分の冷凍保存容器です。外側の容器と内側の容器が入れ子になっていて、内側の容器の底に穴が開いているので、冷凍ご飯を解凍するときに程よく水分が循環して、ふっくら美味しい炊きたてのようなご飯が出来上がるという便利キッチンアイテム。ラップで冷凍した後そのままレンチンしたご飯と、この容器を使って温めたご飯とで、どちらが美味しいか夫に試してみたところ、明らかにご飯1膳分の冷凍保存容器の方が美味しいという素晴らしい結果で、機能的にはかなり優秀な商品だったのですが、その後使わなくなってしまいました。使わなくなった理由は、ご飯1膳分にしては容器が大きすぎて、我が家の小さな冷凍庫に何個も保管できないということと、パーツが3つあるので、ご飯1杯食べるごとに洗い物が3つ増えて、夫婦2人だと洗い物が6つも増えるという、分かってはいたけれど正直に言うと面倒くさいとなってしまい、使わなくなってしまいました。結局今でもラップでご飯を冷凍保存しています。次はセリアで購入した大さじ1杯バターカッター。バターを約 12g のバター、もしくは 4g に簡単に切り分けできるという便利キッチングッズです。包丁でバターを切り分けるとき、同じ分量に切り分けるというのはなかなか難しいので、このバターカッターがあれば不器用な私でも綺麗にバターが切れるのではないかと思い購入したこの商品。実際に使ってみたのですが、不器用すぎてバターを均一に切り分けることができませんでした。確かに 12g 前後で切り分けることはできるのですが、 14g だったり 8g だったりとグラム数がバラバラに。
まっすぐ切るのがなかなか難しくて、切っているうちにカットラインが曲がってきてしまうので、グラム数がばらけてしまうのです。なので不器用な私の場合は、均一に綺麗にバターが切れるニトリなどの切れちゃうバターケースを購入するのが多分正解なんだろうなぁと思いました。次はダイソーのレトルトスタンド。ケースの中にこの仕切りを設置することで、レトルトのパッケージなどが倒れにくくなるという便利収納グッズです。発売当初、インスタや YouTube で取り上げている方が多く、かなり話題になった商品なのですが、私には使いこなせませんでした。まずこれは不器用特有のつまずきポイントなのですが、設置がとっても難しかったのです。箱の内側に向かい合わせるように貼り付けるのですが、それぞれの高さを合わせるのと、溝と溝の水平を合わせるのがすっごく難しかったです。そしてなんとか取り付けられたのですが、実際に使ってみたところ、レトルトカレーやパスタのパッケージはシンデレラフィットで気持ちよく収納できたのですが、丸美屋の麻婆豆腐の元のサイズが合わないという悲しい出来事が発生。立てれば入りますが、なんだかそういうことじゃない感が出てしまいます。同じ大きさのレトルト食品をいつもストックしててきっちり収納していたいという場合には役立つアイテムなのですが、きっちりしていない性格の私はいろいろなものを購入してしまうので、結局このレトルトスタンドの良さを生かすことができず、使わなくなってしまいました。次はセリアのレンジで簡単に蒸し野菜ができるスチームジップバッグという商品です。リードのプチ圧力調理バッグに似たような機能的なジッパーバッグ。レンジで美味しく調理ができるなら便利だよねと思って購入したのですが、こちらの便利商品も使いこなすことができませんでした。その理由は、まずジッパーバッグの口が硬くて開けづらかったこと。これは貧弱な私のせいですが、密閉性が高い作りなので口がしっかり閉まるようになっていて、ジッパーを開けるのにかなりの力が必要でした。そして野菜は美味しく蒸し上げることができるのですが、この商品野菜専用ということで使える幅が狭く、中に入れられる量も少なめなので、ちょっとの野菜を蒸すためにスチームバッグのセッティングをするという行動が、これまたズボラ主婦にはハードルが高くて、洗って何度でも使おう、便利だったらリピ買いしようと思っていたのですが、結局リピすることはなく、今では3COINS の野菜蒸し器が我が家のスタメンになっています。次はセリアのシンプルハンガー5本入り。普通にハンガーを買い出すつもりで何気に買ったのですが、この商品構造上の問題があり、使うのをためらって使わなくなってしまいました。その問題というのが、このハンガー、なぜか肩の部分が怒り型みたいになって干されてしまうのです。なぜこんな風になってしまうのか、いつものハンガーと比べてみたところ、ハンガーの傾斜の角度がかなり浅いことが分かりました。たったこれだけの違いで洗濯物をきれいに干せるか干せないかが変わってしまうなんてと驚いたと同時に、新しい気づきを得られてとっても勉強になりました。あとタオルを干すとき、ハンガーループが邪魔になりタオルが広げられないという問題も出てしまった。この商品、ハンガーループかけのありなしも自分の生活スタイルに合ったものを選ばないとダメだなぁと。使いこなせなかったけど、いろいろ学べた商品で、ある意味100円の価値はあったかもと思いました。次はダイソーのデザインまな板。この可愛さで300円はお買い得すぎると思って購入しました。ポリプロピレン製で耐熱温度は120度、プチプラ価格ですが、まな板としての大きさも十分。可愛くてデザイン性が高くてインテリアみたいな、このまな板でも使い心地は、とても硬い素材でできているまな板なので、包丁の刃が強く当たると大きな音が出て耳にかなり響くのと、まな板の縁が板に対して若干高さがあるので段差ができてしまい、包丁が水平に当たった時板まで刃が届かないという使いにくさが、なので普段使いのまな板として使うのはちょっと不便。使い勝手を優先すれば木のまな板がやっぱり使いやすいです。でもすっごく可愛いので、写真や動画で映えさせたい時には活用できるので大切に保管してあります。最後はセリアで購入したザルバットペアセット。
プラスチックのザルとボールがセットで100円のお買い得商品でした。色もモノトーンで可愛いし、四角い形がシンクにぴったりはまり、小スペースで使いやすいし、コンパクトな割にそこそこたくさん中身が入るのも便利でした。でもたった一つ大きな使いこなせないポイントが、バットとザルを重ねると指を引っ掛ける場所がなく、ザルが持ち上げにくいというズボラ主婦には難易度が高い作りだったのです。結局この不便ポイントが気になってしまい、今は夫の雑貨入れになってしまいました。以上、使いこなせなかった100均グッズ9商品でした。いいとこ、いまいちなとこ、それぞれあってそれがいい。そこが100均の面白くて興味深いところなのです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。きのっこでした。